本日2日目、はい、雨ですね。雨ですね、うん、この後でかなり大雪になる予報、うん、1日で1メーター以上降る。1メーター、一夜か。そう、一晩、うん、で明日の撤収も同じぐらい吹雪いてる。で明日7メーターぐらい風があるみたいなんですよね、うんうん、今日のご飯をちょっと収穫しに行きましょう。はい、キャンタマファルコンも来てるみたいなんでね、こっちに向かってるぞ。なるべく顔合わせないように、うん、目合わせたりしたらしないように。危ない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 、うん、メルシー、おでんの雲手に入れましたね。入れてシューマイパーティーで、シューマイも入れちゃいましょう。ヤマト君のおならが臭いだいぶ車の外でパンパンしたのにまだ残りがすごい。そうですね、ちょっと今のスーパー日本酒がそんななかったんで、うん、昨日も行かしてもらった苗場さん、苗場さんにちょっと、苗場酒造さんです。あ、ここだ、うん、近い近い近い。そうだね、これ買って飯食って戻っていきましょう。戻っていきましょうか。苗場さん昨日も美味しかった、ちょっとまた違うやつ買ってみましょうか。そうだね、今日はちょっとおでんに合うやつ、昨日お肉だった、うん。また来ちゃいましたね、松さん。来ちゃいましたね。すごいです、相変わらずおでんに合う。純米がいい。純米、うん、どれかな。緑色の瓶。昨日本醸造いただいたからね。純米酒。純米酒。濃厚でコクのある旨味が。あ、いいね。純米で。純米酒で、うん、いただいてもいいですかね。はい。ありがとうございます。今日、でも寒いくなりますよね。今日がまた。またね、うん大丈夫だと思います。風があんまりね吹かないといいですよね。そうそう、明日がちょっと7メーターぐらい、7メーターぐらいって予報だったんで、帰りがどうかね。うん、またじゃあよろしくお願いします。暖かくお過ごしください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。さっき僕ご飯屋さん調べたら美味しいとんかつ屋があるみたいなんで、ここやっていこう。レッツゴー、レッツゴー。うわうーわうーわ、じゃあヤマト君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょうど雪があって、うわ、チャラ。チャラいじゃん。いやいや、チャラくないでしょ。チャラ。初代じゃん。え？初代。三代目じゃない。三代目じゃない。初代。初代。行きましょう。とんかつ食べに行きましょう。じゃあ飯食い行きましょう。とんかつつまりさん。ラーメンも美味しいらしいよ。あ、そうなの。みちゃんエビ。ラーメンもうまかったじゃん。みちゃんエビクラブ。いやいやいや。ここで？うん。この俺かな、チャーシューもすげえ、お酢の香りがとんでもない、すごいね、うまそう。みちゃん、うまそう。チャンさんは何食べてるんですか。僕はカツ丼定食、カツ、とんかつ定食。あ、みちゃん、椅子座なくていいの。入らんでよ。すげえ、いい感じの香りです。うん、うまい、完璧だぜ。ゆうとん、よいしょ。めちゃくちゃうまそう。うまそう。いただきます。こんな大きいのいっちゃう。うん、うまい。うまい。うん、トモ食いじゃん。やめろ。めちゃくちゃうまかったね。めちゃくちゃうまかった。ラーメンもうまかったし。ね。カツオ変わっちゃってね。とんかつもうまかったし。とんかつもね。とんかつ、とんてき、カツ丼。どれもうまかった。ね。柔らかいね。一つ柔らかい。スマートポークじゃなくて、ここはつまりポークっていう豚らしい。なるほどね。うん、つまり豚ってこと。それは初代。あ、見えた。すげえ。結構来てますね、これは。あ、違うところになっちゃったわ。え、ちょっと外出てみよう。おい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 、すごいぞ。すげえ。すげえ。ものの3、40分で。すごいな。車積もっちゃってる。本当だ。あれ、あ、俺の財布ここに落っこってた。危ねえ。え、財布が落ちてた。危ねえ。すげえ。ういういうい。
すごい、これ本当にワイパー開けとかないよ、トメリーってスリッパ買おう、買おう、行きましょう。あ、ま、窓もやっといた方がいい。いやすごいね、一気に新潟になっちゃったね。ねえ、すごいよ。もののご飯食べてたら30分ぐらいで。ねえ、本当だよ。さっき来た道だよこれ。別世界と。ね。ゆっくり安全運転で行きましょう。お願いします。テントがもうどんな状態になってるのか楽しみだね。ねえ。うん。楽しみです。みっちゃん買ったりいいだろうね。俺らはもうすぐに。じゃあつってすぐドームの中に、すぐドームの中に避難して、次回さよならみっちゃん。さっき車の温度計で今マイナス1度になってたから、こっからどんどん下がっていくんだろうね。みっちゃん誘導していきながらテント見に行こう。あら。テントがすごいことになってるよ。見て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 。うわーい。やばいね。ちょうどあそこの。すげえ、いいね。入り口だ。ここは入り口ですね。起きてる間はちょっとずつ除雪しないとあれだね。通りで手が寒かったわけだ。すぐ行くから。すぐもう行っちゃった。すぐ行っちゃう、見っちゃだけじゃないんだね。そこは一緒だろ。出た出た。そこは一緒だろおじさん。みーちゃんこれかぶせとくといいかも。危ね。危な。これカメラにかぶせとくといいかも。あ。めっちゃ嬉しいよそれ。こっちのカメ、亀もうかぶってんだよ。甘いんだよそれじゃ。で、でかいんだよそれじゃ。よいしょ。電車、早く電車、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 電車。もういいかな。もういいよ。いやいやいや、じゃあ俺ら温泉行ってくんで。温泉行ってくる。あ、あの、いいよ。はいや、俺だけ沈んでるって。みっちゃんだけ沈む。デブだわ。デブだわ。大丈夫。ね。おい。全部雪のせいだ。よいしょ。よいしょ。ゆうたいりだつーイエーイ。おっさんの戯れ吐きよい。しゃー、もっと前だろ。吐きよい。ちょっと待て待て待て。ハハ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 。進まねえ、みっちゃんのサイト。え、やばいね。おい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 、キョットリー。おい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 、結構今社長みたいになっちゃった。あー、帰ってきたー。
なんか来た、なんか来た、なんか来た。抜けかけずるいじゃん。え？誘ってよ。え？俺もやっぱり雪中キャンプに行きまい。気持ちいい。全然上がんねんだわ。全然上がんねん。なんでだろうと思ったよ。声まなくそそんな愛の名を永遠と呼ぶことができたなら。お疲れっす。お疲れっす。いやちゃんのお手伝い頑張ったわ。マイナス2度今。マイナス2度。全然寒くないね。全然寒くない。見て、あの干し方。すごい湯気出てる。野原一郎氏や。しかも濡れたし、だいぶ。ね。よかったよ、この。すぐ。すぐじゃない。このコメリのやつ。バカ調子。で、裏まで。裏まで。さもダウンかのような。ね。そう、めちゃくちゃビニールなんだけど、ビニールってなんだろうね。樹脂とか言うから、ビニール、樹脂だよ。裏もダウンですよ、皆さん。もう、ローラーでこうつけてんだろうね。ダウンっぽい。ああ、なるほどね。いや、でもあったかいよ、これ。なんかボアで。ね、そう。このフロアの下がね、もう雪だから、歩けない、もう指先が2秒でいっちゃうのと、あとはこの部屋が温まるんだよね、こいつで。うん。うん、そうストーブで温まって、すさまじく下が結露して、靴下で歩けなくなっちゃうから。うん、正解ですね。正解です。コメリって。はい。あ、いた。めいちゃーん。はい。やあパワーパワーなんか聞こえないみたい。よいしょ。うわ、すげえ。すげえな。うわ、悟空みたいな、ご飯みたいになってる髪型。ドラゴンボール GT のご飯みたいになってるよ。アフラ行か、アフラ。たまろう。気持ちいいぞ。ワクワクするぞ。父さん。誰？ご飯。父さん。お風呂気持ちよかったですね。よかったな。現在の気温、ピントが合わない。マイナス6度になってます。でも今温泉でポカポカなんで。ね。でそのまま服にピットインすれば。ね。もうタンクトップ祭りだよね。ポカポカトゥポカポカ。じゃあブーンを。祭り。やりたかったこれ。本人じゃない。マイナス6度よ。祭り。やりますか。やりましょうか。風呂上がりにいっぱいやりましょうか。こんなん気持ちいいに決まってんじゃん。それでは本日大寒波現在マイナス6度、1日で1メートル降るらしいんですけども、くれぐれも安全に
自分無理をせずに楽しんでいきましょう。よいしょ、よいしょ。何回帰ってくれば気がするの。みっちゃんはこの後向こうで自分のテントで、うん、かき小屋やっていきましょう。かき小屋、かきサーカス、かきサーカス、かきサーカスか。スかうわ、いい、あ、みっちゃんテント楽な、あ、あったあったあった本当に気をつけてね、うん、お互いに、うん、とりあえず簡単な出来合いのものを温めて食べますか。何ですかそれは。若鶏の唐揚げでございます。ありがとうございます。イカもあったかちゃいましたか。うん、いや晴れてきたね、だんだん。ねえ、あんなにカツ食ったのカツうまかったな。うん、中華お箸で進んだよな。よいしょ、とりあえず体だけ温めていく。めちゃくちゃあるじゃん。まあまあの量です。イカも食べていきましょうか。うん、うまそう。ドボン、ドボン、ドボン。うん、匂いだけで飲めちゃう。うん、中華テーブルみたいになってくる。ちょうどちょうど真ん中がアルコールストーブで膨らんだのかもね。ああ、熱で、うん、外めちゃくちゃね、雪降ってるのになんか普通に家で飲んでるの。高校生の家でこの汚さは。おしゃれキャンパーのおの字もないですね。こんぐらいがいいんですよ。ね。うん。日が当たってもね、うちらしくないんで。リアル。じゃあ食べようか。いただきますよ。かなり帰っちゃうかな。まあ、冷てえかな。冷てえよ。なんか冷たいかな。あ。外はつあっちよ。あ。うまっ、うん、うん、ね、うまいね、うん、これでおでんやったらとんでもなく、あったかいんじゃない。あったかい、ロウリュウだよ、ロウリュウ。もくもく。あ、足が寒い。鍛えられる、鍛えられる、腹筋、あ、痩せるわ。岩手くん、さっき体重計乗ってたじゃん。なんと80キロありました。うーん、最高だ。この後はおでん、おでん行きましょう。簡単なおでんで行きますよ。いろいろ買ってきたんで、うん、みっちゃん来るまで持つかな。日本酒もあるからね。うん、あーうん、さから出ちゃうんだよね。寒くはないんだけど、足先だけ、うん、とんでもないことになってるね。うん、あの熱は上行くけど、下は割と寒めなんだろうね。そうね、頭は温かいんだけどね。うんうん、そういう時は音波つくす、つま先を。これでもう安心が約束されるのに、うん、昨日寝袋入んないで掛け布団で寝れたもんね。俺は入ったよ。入ったんだ。ギリギリだった。すげえ丸くなってた。ヤムちゃんみたいな。あの幸いマンにやられたヤムちゃんみたいに丸まってたら。なら入れや。うまそう。できてるやつだね。できてるやつは温めるですよ。ここからいろんなやるアクション、そういうことです。開け口ちっちゃく大根出てこねえ。それはリカの説明なのかな。そうだね、あんまりうまいよね。そんなにね、本当に皮がトロトロになってお肉の旨味が溢れちゃって、うん、あーもう美味しいですよ。美味しいな。うるせえな。うるせえぞ、うるせえぞ。温める、落とす、落とすだけでございます。かった昨日と違って寒いね。寒いね、結構来てくる、
貫通点今マイナス7度雪がどんぐらい降るかですね。そうだね、おつんつんがもう、うん、カチカチになっちゃうかもしれない。でも今のところこの熱がいって膜内が暖かくて、うん、ずるずる落ちてる。そうだね、雪は全然積もってないん、うん、日本酒も飲んでいきますか。もう出しまう苗場さん、まだ行っちゃったのか。今回純米酒を苗場酒造さんのお姉さんが、うん、純米酒がおでんに合うんじゃないかという、うん、ことだったんで、もう行っちゃっていいですか。うん、お願いします。ファンファーレでいくですね。じゃあ行きましょう、行きましょう。ありますか。あるんです。行きましょう、行ってみましょう。あの苗場さん純米酒次。おいんだけど身動きが取れない。キャッポイン。よいしょ。うまみすごいですね。ね、バランスが良いですね、これは。これおでんでね。おでんだよ。すっきりしてるしな。うん。なんか気持ちよくなってきちゃったな。ね、今割と眠りたいよ。眠りたい。ちょっとめっちゃね。あとで。やるか。やるか。あるじゃん。買っちゃったんですよ。これで。うん。チャリにこうやってつけて、どうする？なんかゲームとしては、うん、おでんの具当てるゲームみたいな感じにする？あ、するにしよう。今食べたのなーにって言って、ヤマト君が食べて、はい、食べて当てて、うんうん、で、みっちゃんにちくわある。ちくわあるある。ちくわの中にこれをじゃあパツンパツン入れて見せる、それぞれ見せるんだろうね。俺あんまからし好きじゃないからやられたら超怒るけどね。いいこと聞いた。やめろ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 、俺も一発目から一発目から実は逆ドッキリ、逆ドッキリ。怖え怖え。そんな怖え、みっちゃんのドッキリ超スキリに成功を祈って、成功を祈って。いいんじゃ、似合うの？いいですね。何食います？ランダムで。ちくわ以外。ちくわ以外なら。うまそう。よっしゃ。いきましょう。うまそう。いただきます。よし。いただきます。大根から。あ、大根いこう。うわ、大根やば。アウト？セーフ。アウーアウーアウー。苗場酒造さん、ありがとうございます。めちゃくちゃ合います。いつも新潟に来ると松の井、天神林をよく飲んでたけどね、うんうん、たまたま見つけて。そうだね、うん、津南町にある苗場酒造さん、そのそこにもう酒蔵もあったね。ね、裏側に。みんないい人で。ね。シューマイやばいんじゃない？うま。うまやば。ちょっともうボタン。ゴールデンボール。父さん。赤。一回見る。シューマイはビールだ、ビールだね。キンキン。うわ。うめえ。
それはやばい。ビールのおつまみなのかな、うん、ビールのおつまみがこれ日本酒。いやぼちぼちみっちゃん来るかな、どうかな。そうだね、さっき巻き割りしたからね。あ、そう。じゃあとりあえず楽しんでいこう。うん、何見てんの。もう毎日見てるすする TV。 そろそろ音、これ雨の音じゃん、雪なのこれ。あ、この雨みたいな音してんね。凍っちゃった。マイナス8度だったね。雪だ。雪なんだこの音で。大雪ってこと。雪ですね。こっから降ってくるんで。飲むか。安全第一でいきましょう。もう撮影やめるか。そうだね。ダメになっちゃうね。ダメになっちゃうねこれは。ジャストタイム？どうした？カメラが温度上昇すぎて止まっちゃった。あ、逆に向こう20度ぐらいあるの。ちょっとカメラ冷めるまでこっち行っていいですか。うん、どうぞ。今チルタイムしてた、うん、もう終わったの撮影。マジで測ったからに来たんだよね。ウザフォーカス回ってっからね。回ってんかい。すいません。ちょっと僕今そそろ TV 見てるんで。何おでん食う。おでん食いたい。おいおいおい。インスタグラムでエッチな女の人見てました。もう寝るとこだったよ、うちだと。うちテント内が暑すぎてさ、うん、カメラが熱でこうって思っちゃったのに、うん、もうやめれば。やめな。まだ柿3個しか食べてない。3個、何個今日買ってきたの。30個。すごいね、もう。どう盛り上がってる。盛り上がってる。久々に喋ってる状況だからさ。ああ、なるほどね。うん、ビールもあるよ。まだ撮影途中ではありますが、はい、頑張っていきましょう。キャビキャビフレボール。常にキンキンがいいね。ね、下に置いとくだけで、こんだけあったかくてもね。もうみっちゃんのとはもう、ある意味真逆だよね。みっちゃんの煮込まないおでんだけど、うん、俺はずーっと、ぼーっとこの、こちら YouTube でよ。もうなんも。でもね、それが本来のキャンプだからね。そう。まったりするもんね。うん、おでんうまいわ、やっぱり。おでんうまいね。だし取るんかぐらい言ってたらずっと水入れてるから。詰まっちゃうからね。まあでもそれはそれでおでんだからね。うん、ね、なんか思ったより降ってないですね。うん、降ってる。いや、そんなになんかわーっとは降ってないね。うん、あれだね、20センチぐらい降ったのかな、あれから。あれじゃない、とんでもない台風が来るなんて毎回行って、うん、あれこっち来る頃にはもう来ないやつ、さもないやつ。ちょっと俺最初にテントに雪を下ろしてそこから下ろしてないもんね、2時間ぐらい、うん、あ、そうだ、うん、俺らも1回しかやってないもんね。うん、ちょっと周りの雪もちょっと書いて、うん、気づいたらもうエッチな女の子見てました。インスタで、うん、インスタで見てたんだ。プップベッポプップベッポ。なんだなんだよこのテンション。すする TV の最後で知らねえのかよ。帰れ。ごめん。ピッチャー立ち、あとどんぐらい終わんの。あと3時間なげえな。そういうとこだよ、言ってやれ。なんで。なんなの。あいつすぐ喧嘩させたがる。
いや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 、待たしちゃってごめんね。おー、え、これめちゃくちゃ映えない？すごっ。生ガキ、生ガキありがとうございます。うーわ、やば、これはやばい。これね、いただきます。ライム塩がおすすめだけど、タバスコ塩もちょっと試してみて。へー、タバスコ塩、ポン酢とかじゃないんだ。じゃあ、いかせていただきます。お願いします。塩、うわ、どこの塩ですか？これは玉ファルコンさん、静岡県西伊豆平田の塩でございます。平田の塩、ダジオうまいんだよね。ダジオ抜群にうまいもん。牡蠣とめちゃくちゃ相性いいね。ミネラル多いから。そっかそっか。でこれに、うん、ライムを絞って、絞っていくから、うん、グー、これで食うの、これちょっと食べてみて。オーソドックス、俺は信じねえぞ。いやいや、オーソドックスなポン酢もうまいけど、うん、牡蠣がうまいからこれマジでうまい。いただきます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 。こんな豪雪の大寒波の中、うん、うん、ライム塩うまいっしょ。うまい。目が覚めた。いい、さっぱり系のさ、牡蠣だから。うわ、いただきます。俺も欲しいな。終わりました。乾杯。これないじゃん。あげるよ、あげるよ、ね、地球儀さんのシェラカップで。わぁ、おしゃれなシェラカップじゃん。いいよ、どうぞ。ありがとう。乾杯。乾杯。乾杯。おいしさに、うん、牡蠣がうめぇ。牡蠣うまいよ。あ、水分が半端じゃねえ。牡蠣バターもいただいてもいいですか？いいよ、食べて。バコーンになっちゃいました、バコーン。バターもいっちゃっていい？うん、いいよ。うん、いただきます。ブリンブリンじゃん。これこのまま？うん、このまま。あー、いい香り。うん、うまっ。これね、ビールとかいっちゃうから。うん、決まった。ビールに合わせにいったから、うん、そう簡単にいかないからね。ねえ、マスター。ねえ、ほんとだよ。だから、ヤマトなんかもう、お願いしますよ。ビールに合うのこれ。飲んでみろ、飲んでみろ。合う。飲みながら。飲みながらいっちゃう、うん、やってみ。バカッタ。ね、わざとらしかったもんね。やっぱヤマト君社交辞令知ってますからね。はいはいはい、ビールといったら唐揚げと相場決まってるんですよ。はいはい。うん、うまい。飲みながら出ちゃったね。飲みながら出ちゃったね。最高。これはうまいわ。パン言っとけ。あっちもいい。タイミング合わない。せーの。はい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 。おー、いっちゃうまいわ。うん。最高。じゃあ、おでん食うか。おでん食うか。うん。じゃあ、こっからやっていくか。うん。で、羽織る。それか、なんかちょっと。あ、なんかする？楽しいゲームを用意させていただいておりますよ。やっ、またやんの？待て、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 ルール説明をします。はい、なんですか、なんだ、なんだそれ、なんだこちら、はい、いくら？いくら？いくらアイマスクです。スーパーに売ってるやつじゃん。そう、これをつけて、はい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 、おでんを食べて、はい、何の具材か当てるだけと。あ、なるほど。実にシンプルなゲームでございます。超簡単じゃん、はい、うん、それはわかるよ。じゃあ今、はい、今ちょ、何が残ってるか見ないようにしよう。そうだね、うん、そうだね、まだ、ね、見てないから、うん、じゃあ山本君からね。卵かもしんないってことでしょ。そうよ、そうだよ。これをつけて、これをつけて、なるほどね、こっち見て、ここに、なんかこっち見んな、おい、ビーなんか入れて、なんか入れてくれ。何を選ぶのでしょうか。これか、うわ、あー、これすぐ分かっちゃう。これだな、そうか、卵かな、これだ、そうでしょうか。このアイマスクひんやりしててめちゃくちゃ気持ちいいんだけど。あ、じゃあ、触ったら分かっちゃうかもしれないから、とりあえずフーフーだけして、
口に運んであげようか。あ、熱くないことは約束するっていう。あ、なるほどね。そうそうそう、今回そういうゲームじゃないからね。そうだね。はいはいはい、ちょっと待ってね。怖い怖いけど俺は信頼してるから、うん、夫婦するから。ちょっとビールの用意もしといて。ビールの用意、ビールの用意しといて。オッケー、すぐ渡す。おでんの具材は何だろうな。みっちゃんの息臭すぎて味が分かんねえんじゃねえの。いくよ、うん、いくよ、はい、入れるよ、はい、振るじゃん、顔振るじゃん。顔めちゃ振るじゃん。うまっ。なんだ俺は。え、普通に言うよ。いいよ。卵。卵。ペコペコペコ。いや、これはみっちゃんは難易度高くてもいいっしょ。うん、そうだね、うん。プロだからね。うん、いやいやいや。練り物たくさんあるからね、みっちゃん。なんせ。確かに、確かに、確かに。あ、やばいやばい。カメラいじって、なんですか、仕事は。え？インスタグラマーだよ。出た1万人1万人1万人いったんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで、はい、ありがとうございます。半年後にはもうインフルエンサーだよって言ってますからね。ゲオッゲオッゲオッゲ行くぜ。シャキーン。いいねー。今が旬なインスタグラマー、インスタグラマー大和くんは何を選ぶのでしょうか。何しようかな。練り物、おでんって言ったら練り物だからね。締め付けがすごいんだよ。いや、わかるかな。結構似てるやつが多いからね。多いね。練り物はね、大体似てるよね。でもね、さすがにみっちゃんはね、うん、分かるかもしれない。一応ね、あの料理人としてやってるんで。俺の息臭いけどいい？いいよ。あんたでもいいよ。あんたでもいい。あんたでもいいよ。じゃあ行きますね。お待ちください。はい。はい。今回のお題はこちらです。はい。よっしゃ。ドゥ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 。熱くない？熱くないでしょ？熱くないでしょ？いやいや。ゴー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 。何やってる？何でした？何でした？何でしょうか？何でしょうか？カラクワ。美味しかった。美味しかった。エンターテイナーです。職業はエンターテイナーです。みちゃん、ドキリ。ありがとうございます。コングラチュレーション。綺麗に。雪中ドキリ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい。なりますね。いやー。あ、いや気持ちいいね。おでんまだまだあるんで、うん、うっす。辛くない？ん？辛くない？もう辛くない。ちょっとおはようございます。どうですか、調子は？バッチリっす。朝からやめてもらっていいですか？朝なんで、はい、バッチリです。チャックが凝ってますね。よいしょ。マイナス8度。マイナス8度。よっ、逆足に。まあ降っておりますね。よし。おお。おお。いいねー。これちょっと。除雪して撤収していこう。落ちただけか。なんだよ大寒波。全然じゃん。全然怖くない。超余裕だ。変化なしか。ほぼ。
冬でしたね。はい、めちゃ降ってきた。あられ風はもちもちある。そうだね。うわ、気持ちいいよね。うん、いけ、パキパキやぞ。おー、あパワーパワー感じねえわ。すごい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 、すごい入ってきてる。あれあれ、今マイナス7。マイナス7。うん、最高気温なんかマイナス5って出てるな。夏じゃん。暑いね。とこ夏の中やんベイベー。店で買うかな。あ何かかった？どんどん地蔵かけ飯しか分かんないんだよ、それ。それ分かんないんだよ。どんどんぴょーん、どんどん伸びる伸びる伸びる。お弁当どんどん。あ風が。うわぁ、すげえ。うん、すごっ、すごいすごい、すげえ、すごい、ガッチガチじゃん。ちょっとみっちゃん胸につけてさ、行くと行けばいい。胸当て。右かな。右かな。ああ、すげえ。パワー。パワー。痛い痛い。チンチンなってんなよ。アメリカのパントマイマーで。動かない。そう。伊豆のしたい出張料理人ミツ。塩巻いて。負け。もっと負け。違う、あの競技変わってんだよ。競技変わっちゃってんだよ。肉のカーテン。肉のカーテン。じゃあ一本勝負でいきますよ。開けよい。そうだ、昨日も負けたもんね。
おら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 お